奈良市は新型コロナワクチン接種の予約受付を再開する一方、集団接種会場の数を見直すことを決めました。奈良市は国からワクチンの供給を受ける見通しが立たないことから、現在ワクチン接種の新規受付を停止していますが、集団接種、個別接種ともにおよそ1ヶ月ぶりに来月6日から受付を再開することを明らかにしました。対象となるのは40歳以上59歳以下の人で、市は感染拡大した際のダメージを抑えたい考えです。ただ国からの供給量が限られていることなどから、もともと4カ所で行っていた集団接種は再開後市役所のみで、平日は夜間だけの実施になります。なお今月末までの完了を目指していた高齢者への接種はおおむね完了しているということです。